皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、まずは実況プレイのパート13やっていきたいと思います。ホーリーローリーマウンテンの、山頂付近まで来ているようです。さて進みましょう。でここからさなんかもういきなり敵がね急激にまた強くなってくるので、油断せずにね行きましょう。メガ防具、こいつはもう多分物理で押し切れると思うんですけど、サイを使ってくるので封じておこう。ロケハン済みですよし、結構戦えるね。いやまああれはまあそんな強くないから、いいまあしょうがないっていうか当然というか、あれ道どっちだっけか、あ違うな、どこだっけ、あった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 、ペルがね頼もしいですから強いんだよ。こいつ強いぞ。これは強いぞ。シールドを貼ってダメージ軽減を図ろう。物理攻撃なら大丈夫だ。そんなに攻撃力は高くない。よし。よし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 、オッケー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 、よかった。物理攻撃だけだったらねどうにでもなる。おレベル上がった、やった。ん、チャンが新しい才を覚えました。何を覚えたんだろう。メガボーグが2体。これはどうしようかな。よし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 。たまにペルの方が先に動くからさ、作戦が来るときがあるんですよね。痛い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 。いい加減に回復しないとまずいな。まあ防いじゃったんで多分大丈夫。よし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 、オッケーオッケー、ナイススマッシュ。おお、ペル攻撃力高いね。よかった、いいねいいね。回復しよう。傷薬がねいっぱいあるんで。あ、チャンは別に傷薬じゃなくてよかったな。デカ袋の中に入ってるマジックハーブで十分だった。あ、それこそマジックハーブでもよかったか。いっぱい使えるしね。またなんかめんどくさいのが出てきたな。と、あ、PK フリーズのオメガですね。全体攻撃になって威力が強くなってるんだけど、
あ、聞かないんだ。あ、そっか、機械だから。そっかそっかそっか、それは失敗した。爆発する。よし、吸い取れ。あ、え、 PP が足りない。あ、まあ、間違ってサイコブロックかけた、マグネットと間違えた。あれ、よし、おっと、一体だけだったらどうにかなるでしょう。マグネット、おう、よし、とどめよう。いいねペール、さすが。おっと、声がある。ここでちょっと休みます。ここから先は全然わからないです。あ、セーブポイントあるんだ。あ、じゃあセーブしていこう。お金全然使ってないからな。よし。嬉しいよな、お前らが来てくれて。わかってるって、やってほしいことは。ほら。回復してくれるんだ。いいね。オペル、お前ら二人でいたいんだろ。俺はここで寝てるわ。ふん。なんだよ。おや。鍋、そばにいて。なんだよなんだよなんだよ、ガキどもが。静かね、踊りましょう。ふふ。こういう展開されると、あの、自分の名前を主人公につけたのが恥ずかしくなってくるからやめてくんね。なんでおもむろに踊り始めるんだろう。私のこと好き？いいよ、まあ好きってことにしておこう。よかった。ちゃん結構あれだね、なんか肉食系な感じだね。どん？二人とも何赤くなってんだよ。さっさと行こうぜ。おい、なんかとんでもない音がした。なんかとんでもない音がしたぜ。なんだなんだ。本当かよ。え、なんだこれ。マジで。いきなりボス戦？マジかよ。ちょっと、え？うわ、全然攻撃入んないじゃん。どうしろってのこれ。ロボットにはサンダーかな。うわ、効かない。194。1。効かないの？え、これダメじゃない？なに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 ？
3。よし。いやでもこいつの根気チャンクだったら耐えきれないぞ。これ勝てないんじゃない？だって1とか2とかしかダメージ入ってないもん。うわ、攻撃力上げてきやがったよ。うわ、279とか。くっ、うわ無理だろこれ。 R7038 は空間を切り裂いた。え？戦車来たよ。しまった。間に合わなかった。いや、寝るじゃん。え、なんだい？ん？ペリーねえよ。画面がおかしい。力だけじゃ奴らには勝てねえ。でも俺たちは必ず平和を取り戻せる、信じてるぜ。おいネル君、君のなけなしの勇気を使う時が来たようだぞ。今度こそ弱虫の僕が戦う番だ。ペル、君はここで休んでいてくれ。ごめん、ペルの方が良かった。まあしょうがないか。じゃあまたこの3人でね、冒険しよう。お、待てよ、鍋チャンネル来た、完成何がだ。なるほどね。でこれでまた山登るんだ。パン置いてくるようだったかな。あ、でもああいう移動方法になっちゃうからパンとか関係なくなっちゃうのか。よし、じゃあもう一回行こう。カモメ。ネルがな、強くないんだもんな。あの A 絶対防御者だろ。おうよくできました。一応レベルはそこそこね、高めにね上げてはおいたけどさ、火炎放射器あれ壊れたらもうできること何もないよ攻撃力とかは100超えてはいるのか。エアガンね。ブルースターマン。まあ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 、鍋が強くなってるから新しい武器で。おお、ナイス、スマッシュ出すね。エアガンでスマッシュっていうかクリティカル出すって言ってどこを狙ってるんだろう。ブルースターマン、こいつはねまだ戦いやすいですね。こいつはね弱い。3体出るとちょっとめんどくさいけど。どうしたネル、頑張るな。
うわ、3体出てきた。あ、防御してる。よし。じゃあ、PK フリーズじゃないや。レーザー、レーザー。レーザーでビームか。レーザーって。これ強い。ロボットじゃない限りは即死させられるもんな。一体なら大丈夫だ。また出てきたよ、友達いないやつ。はぶられてるやつ。ぼっちは寂しいね。なんだかんだで普通にサクサク進めてますね。ペルいない分ちょっと戦術の幅がちょっとね不安にはなってしまいましたけども、まあどうにかなってる感じでしょうか。ヨタロとブルースターマン出ますね。いや、こいつ弱いから楽だけどさ。お、新しい技覚えた。何覚えたんだ。まあでも、鍋は攻撃技を覚えることはないんで。まあ、あまり期待はせずに。3体来たか。はっきり言うけど、デスビームもういんねえんだよな。解放者あるし。防御してやがる。あ、ちゃんやばいか。デスビーム。壊れた。壊れたよ。まあちょいちょい使ってたもんな。でチャンを回復しよう。まあデカ袋で十分でしょう。よし、まだ使えるんだ。なんでスターマンばっかり出てくんだ。お、痛い、これは痛い。倒せ。よし、進もう進もう。あ、最後って言ってもあれか、まだメロディー2つ見つけてないのか。そっか。まあ1個はおそらくあの女王様知ってるんだろうけど、ちょっと待てよ。どっちが先だ。サイコシールドかな。マジカントの女王様がなんか歌を忘れているっていうか歌えなくなったみたいな話だいぶ前に聞いてたんで、多分それが一
つになるんじゃないかなと思うんですけど、もしくはその8つのメロディーが全部集まってやっとこう歌として完成するとかね。本気味は役立たないな。本当にね、なんかドラクエ2のパーティーみたいなの、サマルトリアの王子を何もできなくしたような感じ。タイタニアン、こいつガード。これはね。ビームで一撃。ほら、これなんだよ。石にされるんだよ。まあ、これはヒーリングのガンマで。うわ、多いな。うわー、めんどくせ。ちょっと待て、まずシールド貼って回復して解放者。よし、物理だったら OK。 解放者強い強い強いけど倒せなかった。よし来た。うわあいいとこ狙うね。分かってんな大穴。大穴ってか別に足引っ張られてるだけなんだけどさ。あ、マジで。これでしょう。まあ、もうちょっと進めば小屋がありますんで。小屋まで行こう。めんどくせえなー。オフェンスアップ、サイマグネット、解放者、オーメガ。ベーター。ひえ。きついな。ちょっと待てよ。チャンが生きてれば大丈夫だ。やばい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 。ペルいなくなってからここの突破のね、なんか難易度が一気に上がった気がする。きつい。とりあえずこんなもんでしょう。あとちょっとで山小屋だから頑張れ。てか山小屋あれ大丈夫なのかな。また道間違ったし、もうちょっと上でしょう。あのロボットにはがっつり襲撃したけど大丈夫なのあれ。メガ防具、これはサイを封じてしまえば大丈夫。おお、
よし、あとはゆっくりと攻めよう。なんかした。回復。さてと小屋大丈夫かな。さてこの辺にあったよね。あ、大丈夫だ、よかった。よし、オッケー。じゃあ今回はここまでにしておきます。そろそろどうなのかな、メロディーこの後に一気に手に入るのかな。よし、セーブします。よし、はい、では、まずは実況プレイのパート13、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。